この三氏は、日本の氏族の一つ。この三の姓に関しては、諸説あり、祖は、能五十九代、宇田天皇の御子、清氏神皇である初代宗方大宮司清氏の、次男師匠、または、第十五代宇平、あるいは第、第二十四子春の大井、下と言われる。由来は、沈国寺に安置される、この三言言は、中世この三家の母提寺で、 好み上州一族及び小早川高景の墓所がある。神社本庁や宗形大社に収められている社の好みの姿勢の由来についての一説に、宗形本家に許しらざると解かれている。これは常に本家と共にあることを希望した意志の形ではないかとこうでは解かれていた。その意をついでなのか、この未死は戦国時代まで宗形家の第一の所流、 重心として活躍し、また、村形家の講子が耐えた時には、村形家へ養子を出して、大宮寺を継承し村形家を存続するという、重要な役目を担っていた。古くは、平氏政権前世の頃、主家村形家も平家武士団に組みし、この三家も平の重森に仕え水軍を司る。1551年、村形氏の主家であった、諏王国の守護大名、 大内義隆が家臣の東春方に打ち取られると、宗方家はそのまま、東春方の勢力下に入った。だが家中では主君であった大内家が下国城により、東家へ変わったことで、不満を抱く者も,もあり、次第に一門同士での争いに発展していった。当時、このみ本家の当主主任も、その急先方として、宗方本家に離反し陰謀を加がてるが、 本家に事前に知られることとなり、愛なく戦死した。天正十四年、当春方の貢献で当主となった宗方指定が、病のために亡くなると、死死のいなかった宗方家では、その年、豊臣秀吉が九州へ侵攻してくると、九州平定作として、秀吉から、宗方家宗方祭鶴に一時所領の安堵を言い渡されたが、その後改役され、所領は没収された。 有志以来続いた宗方家の歴史はここに継えることとなった。その後、他のこのみ一族を含む宗方一門も離散し、死人の腰備えは、戦国大名の秋月氏、同じ大内氏を主家にした縁で、筑後国阿賀津馬領主の筑紫広角にかくわれた、比前このみ家からは、筑紫家診断に入る者や、福岡藩黒だけに主観する者たちもいた。ありがとうございます。